さあ今回はね、ラック&スレイというローグライク×ビリヤードなゲームを遊んでいこうと思うんですけど、このゲームね、以前体験版遊んだことがありまして、最近日本語に対応したので、まあ、このチャンネルはね、日本語に対応したらやるしかないんで、やります。で、ちょっとまあ、基本難易度のデフォルトゲームモードでいこうと思うんですけど、このゲームはね、まあ、このダンジョンクリアしていく感じで、まあ、ビリヤードって交互に打ち合うゲームなんですけど、この場合はね、敵を倒すゲーム性で、5体いるかな？こうなんか敵の数がイコールダメージになる。で、まあ、10回こう、残機じゃないですけど、打つ回数がありまして、その10回のうちで全部を倒せば、ダメージは食らわない。だこの、ズーショットで倒せなければ残ってる敵分ダメージを食らうと。あ、こいつか。いたね、5人。真ん中に、右下に、左下に1と。で、敵を倒すには穴に落とすだったり、この罠にね、敵をこう、弾き出したり。いろんな方法ができるんですけど、自分も罠に落ちれば食らいますし、罠にはまれば食らうんで、5体倒すために5回食らってたらね、同じことな、なんなら何もしなかった方がいいというか、その5回で集めてた方がいいくらいですから、できる限りまあ少ないミスで、やっていかないといけないと。で、そういったね、とこ、まあ最初は本当にビリヤードでしかないんですけど、例えば各レベルの最初のターンの後、周りに1回爆弾投げますよと。あるいはレベルの外壁をより跳ね返りやすくしてとか、こういう効果をつけていくわけですね。でターンごと20パーの確率で発動するターンの終わりに最後のショットが自分の押した力と同じ力を近くの敵に与える。あんまわかんないな。あ、ボンバーかな。で、下のこれね、リロールもできますけど、ボンバーかな。ボンバー爆弾食らいはしないですね。飛んでいくだけなんで、まあカオスになるかなと。でショット数追加することでね、より打てるんで。あとはこのパワー。ショットのパワー上げることでもっと吹っ飛ばすとか。まあ、いきますか。で、この人形は、拾うと一番近くにいる敵が君から離れるように、飛ばされると。敵が拾うと姿を変え続ける、まね玉になる。鍵。次のショップでアイテムの選択が増えますと。あ、これ例えば、敵がこう、ここにぶつかって落ちれば、それはそれで取れます。だ自分が取んなくても、例えばここ、これ穴あるんでね、例えばここにバーンって弾ければ、うまくいけばここで取ってこう落ちるかもしれないと。で、これ加速ね。例えば、こういう風にいけば、こうブワーン、バーン、バーンってぐちゃぐちゃになりますね。ただこれだと、落ちはせんかな。例えばこの辺りだとこうやってこっちが行きますけど、この当たり方って、これね、カス当たりじゃないですか。あんまり効かないと思うんです。で、前操作でもなんか微調整したと思うんですけど、QE か ?ADQE。あ、こうこうね。これちょっと細かい。マウスよりも細かい設定ができます。AD が、あ、まあちょっと、より早くって感じね。で、ここ、入れば、こう、ワープすることもできるんですけど、まずこいつ気になるな。すぐに減速する。穴に落ちると、普通玉が、ランダム場所で発生すると。めんどくさいな、こいつ。トゲにぶつければいいのかなって思うんですけど、トゲもないんだもんね。どうしような。で、上から行きたいかな。ちょっと、このまま行ったら落ちそうなの、自分がね。まあちょっとここ弾いちゃうか。こうまくいけば、ポンポン、パン、パンみたいな。テレポート入っちゃうかもしれないけど。こんぐらいで行ってみようか。はい。入るんかい。おー、どう？よし。やめてくれ。やめてくれ。そうか。終わったらね。こいつも入っちゃうんじゃね？どうしても入っちゃうんじゃん、これ。ちょ、大丈夫。ってなると、あいつ落としちゃおっかな。えい、あれ。やばい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 。まあまあ、ちょっとまだありますから。これさ、当たっても多分落ちないと思うんだよね。こんくらいだと。で、これ多分突破できないかな。フルで打てば超えれる気もするんですけど。まあ、あいつかな。あいつ罠に刺しちゃおう。えい。で、コインとかも取りたいんですけどね。あいつちょっと最後かな。
フルで行ったらさ、あーまあそっち行っちゃうか。邪魔だねちょっとこのワープ。よし、あーちょっとさっき言った子取って落ちるんじゃないか説はなくなったね。まあまあショット数あり、まあ4発あります。こう行って落としてこう行くみたいな。でまた邪魔になりそうだな。今回多分弱くなっちゃうと思うんですよね。でも加速してこいつ行く、落とせるかな。ピュイン、あー強すぎた逆にね。これいけんかな。ちょっとあ、いけるいける。あーっと。よし狙ってないけど。狙ってない形です、今のは。コイン、コイン。コインの方飛べないな。これもちょっと怪しいですけど。よーし。ねえ、残ったちょっとずつお金になりますね、と。ちょっとな、敵与えてコイン取ってみたいな、そこはできなかったですね。これショップに入るときに少なくとも15ドル所持しているときは15ドル支払ってランダムなアイテムを得ることができます。まあでもランダムじゃあな。普通山じゃない敵を倒した場合 2% のショットパーいますよと。あ、これ永続かな。これですか。じゃあ回しますか。敵に触れたとき3倍速で動くミニボールを1つランダムの方向に放つ。19より上 5% のショットパーを得て、そして 19% より多いショットパーの場合各パーセントごとに1ゴールドを得ますよと。だ今は 0% なんで、ないですね、なんも。上なら、お金得ることができますってことね。あ、これ、ショットパー得られます、こっち。こっちの方がじゃあいいね。ミニボールをランダムに放つか。まあ、行きま、ああ、まだあります。あ、まず今追加のやつか。4択なんじゃなくて、2回選べるってことね。ショットパーは15じゃないですか、とりあえず。ここで、18です。ショットパワーのボーナスはより強力なショットを放てるようにする。デフォルトの最大パワーはショットパワーのゲージに出てますよと。さあ、新しいやつ。ターン終わるたびにミニボールを打ってくると。おじいは終わりだ。こう行くよりも多分あっち側にやった方が。こう、ミニボールね。飛ばせるよと。拾って5ゴールド。あー。ちょっとうまく時間も使いたいな。こいつすぐ行けると思うんですけど、おじいがな、おじいが邪魔してくると思うのよ。最初爆弾でぐちゃぐちゃになるでしょ。それに期待しよっかな。ちょっとお前は死ね。失敗だ角度がちょっと悪かったな。ミニボール、お、ナイス。こいつでも死ぬよね。はい。おお、落ちちゃった。ミニボールで。自分のじゃない今のって。あ、間違えた。危ねえ。ここはね、シンプルにいっちゃっていいでしょう。あ、お金持ってます。これ、取ったやつね。めっちゃ落ちるんですけど。邪魔なんですけど、ミニボール。なんなら。あれだ。強すぎるんだろうな、じゃあ強すぎて起きてるよね、問題が今。ここへ、どう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 、危ない。よし、終わりだ。ここはね、ちゃんと微力でお金ゲット。2回落ちました今。ちょっとこれ怖いです。敵に触れた時に起こる。これか、自分に当たってる気がしてならないんですけどね。さあ次、ダブルショット。一ターン置き、一ターン置く、ターンの終わりかな、一ターン置きの終わりかな。自分のショットと同じ方向にミニボール一つ。ミニボール怖いんですけど、ちょっと。ミニボールにも背後打たれましたけど。回しちゃおう。ありゃりゃですよ、ありゃりゃ。敵倒した時にコインがレベル、出現しますよと。ターンごと 20% の確率で
ターンの割に最後のショットが自分を押した力と同じ力を敵に与える。ああ、自分がこう思いっきりフルで吹っ飛ばしたら敵をフルで吹っ飛ばすことができるのかな。これじゃないですかね。の上でショット買って、ちょっとあった方がちょっと余裕があるからね、そこで色しつつ回復しよう。よし、今回7ですね、多いですね。さあ、盗玉接触した時にゴールドを奪ってすぐ消える。あー持ってんだよな。敵に敵へ与えるみたいなねがいいと思うんですけど、バナナ拾ってショットパワー得ますよと。ブースト、あ上行きたい。まあ、とりあえずこれ、いやーどうかな、まだまだいいか。取りつつ与える。いや、これ落ちてくよな絶対。最初はもうフルパワーよ、もうフルパワードンですよ。思ったよりこうで、思ったよりこうでしょ。これさ、多分飛ばないと思うんだよね。こう変わってこっちが落ちてくんじゃない、落ちてくと思うんですが、行ってみよう。お、ナイス。あーあー、どこはここね。毎回食らってんな今。あいつは何だった、レベルの最後で2ダメージ。あーあ、これ遅くなるか。ではね。そうね。こんなもんか。よし。これ逆にもフルパワーでいってんじゃないかなってなってくると。あいつにぶつけたい。線出してほしい、この予測線ね。多分まあ、いいのかな。こんなもん、もうちょいか。よし。何もないですけど。いや、あいつをぶつけて倒したいけどな。おお。お金取られましたね。あいつ倒せば OK なんですが。これ倒せるか。あ、でも、まあ、ちょい押していけるかな。よし。まあまだね、いっぱいありますから。もうほどほどのパワーで。ああ、ちょっと強かったか。あ、ミニボール。いや、邪魔してんだよ、ミニボール、ちょっと今。よしよし、これ今狙、この狙いだったんですけど、ミニボールが今進行を塞ぎましたね。よし、オッケー。1回分ちょっとね、食らっちゃいましたけど。食らっちゃったよ。取れなかったですけどね。レベル2個回復入っても、あ、え、回復ってあった今まで。回復ないよ。出てくるのかな、じゃあ。ブラックジャック。各レベルにおいて、触れた一体の敵が終わり、レベル終わりに0ダメージ与える、眠玉に変わるか。あー、倒さなくていいってことかな。じゃあ、そいつ、あ、でも、多分アイテムの方ぶつけてってなると、アイテムぶつけて倒さないといけないんだよね、結局。だから眠玉になるかどうかあんま関係ないというか。か、3回ショット打つたびにショットパワーか。強いのよ、結構今。回復でいいかな。制御できてないんです、今。力を。こちら、ランダムなアイテムを得ますよ、と。得ましょう。回復、ちょっと。得ましょう。ここ敵を倒すと 20% の確率で回復アイテムがレベルだね。おー、回復急に。心配症みたいになってますけど。敵が拾うとでかくなっちゃうんだね。これがでかくなるのかな？取りやすくなるってことかな？あいつはなんか、もうなんかで倒したいね。倒された時爆発するよと。お前たち行っとこうかね。もうこれ、こういくでしょ。バンバン、ポピューじゃない？見えてるの？未来が今。これね、弾っ返る？出てくるときにその場に、あ、ここにいるとダメージ食らうのか。まあ、これ弾けるんですよね。こんくらいでいけ、あいつを、でも、吹っ飛ばしても倒せなさそうだよな、この感じだと。
この延長戦もうちょいだね。こんなもんかな。難しいな。こんなもんかな。これ取っちゃわないよね。もうちょい上かな。違う、もうちょい下だったね。意味で爆発満点でいきましょう。えっ、では安定もしない。今回復も取れない。いや何してんのこれ今。ちょっとよし、あいつをどうするかだよな。今のがそうだよね。近くの敵の当たりだよね。おミニボールが、あないか。よし、これも強めにいかないとダメかな。ほうでシュインだよね。どうしよっかな。残ってるんで回復、あれ、いや終わらせる。ミニボールって触れた時に起こるんですよね。触れたら終わるんで、これな、うまく取れるかな。これうまく取れると、いやでもここで当たればいいのか。よし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 、今ね時間を消化、あれお金取るのが一番いいと思うんですけど、まあまあまあ終わっちゃうか。近づくな。よし、ちょっと強かったね。三位一体、別の三位一体じゃないアイテムを、三位一体じゃないアイテムを得たとき同じアイテムをさらに2回得る。ボンバー、あこれいいんじゃない。 5% ショット得ます。中距離多いとお金、これいいよね。選んだよね。あで次のやつか、確定。ちょ回復しましょう。10、ボス玉。まだ他の敵がいる状態でこれを倒すとランダムな場所で復活してくるよと。マナー足型。50% の確率でターン割に罠を置く。ターンの割に自ら君にシュートしてくる。お前をぶつけたいな。無理か。こうだ。一ターン目絶対食らってるんだけど。落としたら落とされそうだよね。あこいついいんじゃない、こいつね。よーし、押されてもまだここは大丈夫ですかね。あー結構強い、結構強い、結構強い、結構強い。危ねえ。いやこれさ、こうバンバンでいけないかな。けどそんな力がないんだよね。当たりはしたね。おーおお、なんか振動だ、いつ。おお、こいつ触れたらなんだよね。まあ触れたら最後でいいね。落とせないと思うんだよな。フルパワーか、結構強めにいかないと。フルパワーではいかないけど。おお、ナイスナイスナイス。ここ、ここ、おーっと、おーで近くの敵に、おお、やめてくれやめてくれ、逆にやめてくれ。あいつ当ててもしゃあないもんな。マックスパーでさ、いけないか、ちょっと。よし、どう？で、あいつなのよ。ああ、え、なんか今いた？遠いな。ここいけんじゃん、これで。おら。よし。あれはもう早めにザコを倒さないとってやつですけど、罠はなんか敵に効いてたよね、どっちかっていうと。お回復できる。お金めっちゃ持ってますよ今。
眠玉ね。眠玉にして、もうボコボコにして、アイテム回収みたいな。まあでも、サイドヘルスでいいかな。回復して、ボール買ってもいいですよね、ここはね。あっただけいいと思うんで。よし。ああ、これね。ここにと当たると止まっちゃうよってもんですね。ちょ、1回目死ぬのやめよう。とりあえず。1回目死にすぎ。こいつはどう当てても厳しいかな。あ、今のパワーならいけんのかな。うまくこれでいきたいな。こさん、バンバン。あ、大丈夫そうですかね。ダメです。あ、俺。ここなら全然いい。ここなら多分大丈夫。まあ、まずこれをね。鍵行きたいな。こいつ鍵行かせるか。結局まあこれカス当たりです。だこれここ当たるんで、ダブルキルのチャンス今出てますね。うん、ちょっと違ったんですけど。思い切りよ。おら。あやべ、あやべ。ああ。あいつちょっと残ってんねえなんだよね。こんなもんでしょ。ちょっと強いのか。あ、落ちんじゃない。うわ、難しい。あ、でもここ。加速すればいけますね。これミニボール怖いな。あ、なんか、右死んでる、いつの間にか。よしよし。あ、ミニボールというか自分が座りすぎじゃない、ちょっと。あんな行く？ビリヤード。あっち行ったろ。あれ行ったれ。それ違う。リーダー使わないといけないか。やべやべ、やめてくれ、やめてくれ。危ねえ。でもあれさ、ほぼ落ちちゃうというか、こうか。これ、トゲの方がまだあれだね。余裕があるというか。よし、ここ一発よ。もうおお、あー、ナイス。左に行った力が的に発動して、なんかまあそれでもいいのか。別に 20% のやつだね今のね。爆発だと2ゴールド得る。あ、予測軌道の表示が伸びるショットパフェル、これかな。体力増やすのもいいですけど、爆発2ゴールドか。いやでも予測よね、やっぱね。ボンバーね。ほんでさらにってことか。巻いた 20% 確率だとする。ある敵に初めてぶつかったとき、他のランダム敵が同じ方向に飛ぶ。あ、いや、カオスを乱そう。わかんない。もうカオスを乱さないとわかんないです。こいつでも落とせばいいよね、とりあえずね。OKOKOK。これならまあ大丈夫かな。爆弾はうまくその戦略として使えないですね。あ、TNT だ。触れたり、爆発浴びたりするとターンの終わりに4倍。あ、終わりに爆発か。それでは次のターンのショットパワー減らす。お前からやろうかな。うざいし。ショットパワーが上がってってるんで、ちょっと調整をね、もうちょっとしていきたい。予測っていうのはその伸びの方だよね。よしよしよし。あ、OK、OK。強すぎないで。よしよしよし。お、ナイス。はい、くしゃ。爆発ドン。ちっちゃいな。ちっちゃいんかいと。これ取ったら死ぬもんな。これの調整がわかんないね。例えば、あ、ここがベストってこと？そういうことじゃない？な、ちょっと惜しかったですけど、まあ、ショットパワーいらないかな。回復欲しいけど、落ちるよな、あれやったら。これうまくカス当たりにしよう。
ミニボール。ミニボール多いって感じですよね、これね。敵になってます。ここ超むずいよ。こんくらいでいいよね。めっちゃ弱めに。あー、ちょっと強いか。危ねえ。オッケー。ちょ、いろいろ取れるんですけど、まあ、ここはショット数残しお金が平和でとりあえずいいのかなと。追加爆弾。これ回しましょうか。じゃ、回すのもなかなかやってなくて。背後にミニボール。背後ならいいかな。お、ジャックポット、同じアイテム2回得る。現時点と今後のレベル開始に欠けてるヘルスのポイントごとに2ゴールド。現時点と今後のレベル開始ね。2回。ほう。なるほど。まあ、それにするか、じゃあ。あんまり意図はないですけど。あ、これいけてましたね。敵の2人ミニボールかける2。ちょっとこれきついんですけどね。なんか新しいの出るかなと思ったけど。そうか。こちら、触れると次のターンの視野、軌道予測が見えなくなる。倒されたら爆発。うまくいくかな。あ、うまくいかなかった。もうちょい強くなった、しかも。いや、強かったら先飛んでって落ちちゃうかなって思ったんだけど。こっちに落ちたね。えい。いや、自分だけ落ちる、今。いや、自分だけではないわ。いや、これもう危なくなっちゃった、あそこ。わ、惜しい。こんなもんでしょ。よし。おお、ナイスナイスナイス。おお、ナイスナイス。いろんな効果つけりゃとりあえずなんか起こんのよ。それでいこう、それで。そっち飛ばすのね、ちょっと怖いですよね。半分。ここは詰める的な意味合いで。おお、ナイスナイス。ほら。ボールは友達ですよ。翼くんも言ってました。トレーニング。ああ、これは持ってないよね。持ってないというか、もう強くなっていくのかどうかなっていうのもあるよね。なんか自分からいろんなやつが出ることで言ってますから。壁スパイク、危なくないですか。大雑把ターンの間に少なくとも敵を一体倒せば次のターンショットパワーか。ショットパワーにそんなこだわってないんですよね。もう一回回復できるのか。でか、壁スパイク自分も危ないけど、まあでも敵吹っ飛ばしてるんで、そういうので行こっかな。ね、アイテムいます。消費アイテムの取得範囲、あ、来たね。いいね。落ちる範囲を狭めてくんない代わりに。代わりにだとあれか。それもやってくんないかな。トゲトゲなんですけど。この光ってるやつがそうだとしても、もともとすごいよ、ここに関しては。一旦目ちょっと安定でいきたいんですよね。これちょっと、自分も落ちるか、これ多分。とんでもない距離行ったら多分こいつも落ちなくなるんで、難しいね。勢いが弱いと多分こいつと一緒に落ちていくんですよ。ここに落ちて、ここに自分が落ちるみたいな。強すぎたら多分こっちトゲの方に飛んでいくんで、こいつをトゲの方にぶっ飛ばすってこともできますね。それでいこうかな。一旦その後ちょっと考えようか。こうバン、バシバーン飛んでいく。自分も多分ここら辺で出てきたボールって当たってどっか飛んでいくでしょ。ここに落ちるんじゃないかな。わ、長い。あ、やめてやめて、ちょ、やめて。いたいた、ああ、高度な自殺をしてる。今誰か死んだ今ので。怖いよ、もう。なんかちょっと動きが読めない。自分の未来が分かんないです。これいいか。これさ、うまくいったらここポンポンのポンポンでいけんじゃない。危ねえ。ちょっと弱いんだろうね、多分ね。怖いんだよな、強く打つの。強く打つのが怖いんです。やります。 OKOKOK。 大丈夫大丈夫大丈夫。1個目の爆弾もこうやって考えると危ないのか。こうやって考えるだけでも危ないのか。
完敗ですね。痛い。まあ、回復したんで。3ダメ食らうの、これで。お前2ダメージってことか。これ取りつつさ、いや、取るだけでいいか。こっから調整よ。ハイスピードで行けば多分大丈夫なんで。危ない危ない。痛い。あいつも行け、あいつも。あいつも行けるでしょ、普通考えたら。うわ、これきついな。フルパワーだ。まずいまずいまずい。こうはいいのかな？まずこいつはやんないといけないでしょ。やめてやめてやめて。やめてよ、ちょっと。いや、あれ怖いな。同じ感じになっちゃうな、そして。いや、でもこいつやりたいよね。いや、まずまず。もうめっちゃ今、ツボに入ってます。よし。やったやったやった。もう弱めで弱めで。いや、めっちゃ食らっちゃった。ギリ倒したけど、ほぼ自滅よ。え、跳ね返ったら死んじゃうよ、もう。これにしとこうかな。回復してこれにしようかな。次、ボスなんですよ。安定の回復でいこう。来い、なんか来い。2回復し、さらに2つアイテムを所有していることに違う。うわめっちゃもったいないやつ来た。先取ってもよかったのか、じゃあ。回復、そういうパターンもね。そうか、そうか。まあでも、それで何かできたらってパワーとかだと思うんで。まあ、こことか取らなくて済んだかな。まあまあ、行きましょう。あ、まだありますね。罠に引っかからなくなる。罠ってあの、お、浮き罠の方なのかな？リロール得ますよと。あ、罠今取ったよね。あ、さらに増やすってこと？大丈夫これ。大丈夫なん？これが当たんないんだよね、多分。これはトゲだから違うね。スパイク。罠です、罠。で、ボス玉で、こういったシューター型 50% の確率でミニボール打ってくると。まあ、それなら全然もう余裕ですよ。あいつは触れるだけで倒せるね。カルト玉。倒されるとランダムな場所に普通玉を発動させる。ターンの割にマネ玉になる。でもいけないもんな、どうせ。一番いいのは、これで当てつつ、あいつを倒すことだね。触れないんかい。やばいやばい、落ちないで。よし。おいでおいで、おいでおいでおいで。おい。気にしない気にしないもん。全部倒さないといけないから。こいつめんどくさいな。なんかできるっしょ。よし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 。真ん中目を狙うのが一番いいかなと。ここちょっとね、すごい吸われるんでね。穴のその吸引力半端じゃないんで。どうしよっかな。ここならいける気がするけど、まあ、行ったとしても倒せないと思うんだよね。こうか。こうするか。こうすればちょっと当たれば、ちょっとでも当たればあいつ落ちるぞ。よし。あ、今ね、計算されてました、今動きが。あ、ありがとう、ありがとう。あいつに近づきたいんで。助かります。これ、どう当たってもなぁ。なんならこう言って浮かせた方がいいのかな。いや、そうだよね。倒しきれないと思うんだよなこれちょっと。いや、弾数考えて早くやんないといけないんですけど。まあ、落とせる落とせるか。うわ。あの、ストップだね。よし、行くぜ。吹っ飛ぶ準備ができてるかい？よし、このか、あ、でも、ああ、そうね、撃つよね。邪魔だな、それちょっと。
いや、どっちに行っても打てないんですけど。どう行ってもあいつの元には行けないよね。そこから行っちゃうと。よしよし。まあいいけど、でも戻されるかな。あ、行ける。あ、すぐ、そうか。50% だもんね。いけ。強すぎた。のか。まあ、ここはでも確実でしょ。よし。いやー、弾数があってよかったですね。1余りなんでね。さあ、クリア。ちょっと84回ですと、精度自滅数とか見たいですね。アイテムアンロック。エンドレス。いや、ちょっと行きますか。もうここまで来たら行っちゃおうよ。このカオスもったいない行かないと。複製機ではないアイテムを得たとき 20% の確率でコピーが追加される。これでしょ、これ。回復して回復。パワーいますか？パワーもちょっともうぶっ飛ばすか？全員倒せ。敵ダメージが増えんのかな。まあお前かな。これでも、うん、落ちちゃうよな。どんどんいくかな。いや、真ん中にいるべきだと思うんだよね、割と。真ん中目にポジション取りたい。あ、でも、あいつボスか。いきなりボスいるんだね。真ん中目のポジションは嘘でしたね。あれ、ボスだよね。そうね。よし。あ、鏡出た、鏡。弱かったかな、じゃあ。これ、あー、でも、こんくらいか。ああいうのやりづらいな。いけないしな。こうすると、こっち飛んでいくわけだよね。よし。あ、またここにいる。くぅ。こういう時落ちないんだよな、多分。どう？おぉ。パワー結構変わるんですかね。うまくやら刺さりますけど。ちょっと足りなかった。矢の辺やりづらいな、ちょっと。あ、お前お前やろう、お前のうち、今のうちやろう。ここも本気よ。いや、ダメだ。よし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 。お、いい感じ。入れるよね。オッケー。オッケーだけど、出れないと。あ、行き過ぎた。あー、いてー。最悪。やばいやばい、同じ。おー、危ない危ない。もうちょっと角度。おい、ナイス鏡。そういうパワーで言ってます。回しちゃえ、回しちゃえ。罠いっぱいあればいけんじゃないの、とりあえず。ですよ、7くらいでいくか。いやでも、お金、まあそんなお金いらんか。敵が消費アイテム拾った時お金を得ると。パワーかな。さあボスがいる。先に他の敵に触れるとシュートしてくると。ここもとりあえずぶっ放せば罠とか踏むと思うんで、なかなか踏まないね。おお。何遊んでんのこいつ。おお、ナイスナイス。おお、ま、こいつはどう言っても死ぬでしょ。あ、痛い。あいつが爆弾を撃って、でそれで、わあ惜しいね。
いざなってあげよう。あ、ナイスナイスナイス。おお、自分の意思あんまないかもしれない。弱めに行こう、弱めに。いや、真ん中くらいか。真ん中より弱めがいいんじゃない。ちょっと真ん中よりちょっと弱め、こんくらいじゃない。おお、違う。違う、そうじゃない。あんな無理だよな。いや、ここでいけたりするかな。ここ微調整でいけんじゃない。上から当たるようなイメージね。よし。あ、まだあいついたのか。あ、死んだわ。死にました。回復はいらんかな。近づきたいけど、ちょっとそこ行きたくないんで、ハーフくらい。あ、ちょっと強かったな。いやー、やめて。うわ。こんなもん。こんなも強い？オッケーオッケーオッケーだけど、あいつに近づけないんですけど。こうか。よしよしよし。いやー、いやいやいや、これが嫌なんですよね。いや、角度が合わないなー。次押し出すイメージでいくか。あー、やめて。よし、打ってこないね。まあ、ここはね、全速でいっていいでしょう。よし。でも敵ダメージ増えてんのね、どんどん。ショット数大事だね。お、回復もできるみたいよ。ってことは1回復でいけばいいのかな。まあ、しなくてもいいのかな。 した方がいいか。ショット数ちょっと欲しくなってきたんで、ショット数いきます。これ回復。まずはこいつ何なんだろう。ターンの割に君を自分で向けてシュートさせる。あ、やっちゃおう。こういうことか。そういうことね。はいはいはい。と、こいつはどうでもいいんですけど、これ倒せるかな。こんくらいかな。よし、おもろおもろ、やるね。君の力ちょっと危険すぎるが、うまくあいつの方に誘導してくれれば刺せると思うんだよね。それはそれで。あ、それは刺せないわ。それは刺せない。でもナイス。でもナイス。あいつをどう倒すかだな。こうなると邪魔だなお前。すごい邪魔なんだけど。いけんじゃん、これ多分。うお、何、あー、ワープしたのね。ナイスはナイス。これね、無理か。これフルパワーでいっても多分ここ当たって飛ばしてワープできると思うんで、次にチャンス。落ちるな。よし、これ難しいよな。こんくらいかな。あ、まあ違いますけど。お、落ちない落ちない落ちろ落ちろ。ここでこんくらいで思いっきり、あ、ダメか、違うか。いや、こうバーンバーンみたいな。まあ、あっちにホールインワンでしょう。よし、狙いとは違いますけどね。いや、いけます。お、罠罠罠、これ罠ですよ。結論罠です。ターンの間に少なくともできて倒せば次のターン。お、ショートパワーね。制御できるかな。
これいきます。14発。この罠の量でまず行こうというとこで、お前まず倒したいな。ちょ、ほどほどのパワーでいいでしょ、最初なんて。よしよし、こんなもんですよ。もう吹っ飛ぶんで。死にますか。すごくないですか、結構。あね、おー、まあね、そうです。相当やったよ、でも相当やりましたね。こーん、そうだな、あっち来てくれるような。でも何も狙えないですね。あいつ当てる、あいつ当てる、どっか飛んでっちゃうな。思いっきりぶつけるか。よしよしよし、思いっきりぶつけたらなんか起こるんで。ボス、あ、移動したね。うまく当てて、バウンドさせたやつを倒すことができるんじゃないかなと。できなかったです。角度的に入れないんで、うまく、これちょっと。もう控えめなね。あまりにも控えめな。これ罠踏み切れないと思うんだよね。もうしょうがない、しょうがない。そういうことです。お、いいんじゃない？よし。なんかすれば倒せるね。狙いとかでないんですけど。あ、爆弾ね。爆弾危なくないですか、ちょっと。やりましょうよ。もう一回回そうかな。お、壁スパイク。まあもうね。気にしてないんで、もうそんなものは。なんか増えた？どれ？あ、これ、うん、これじゃないな。どれだ？これ2個持ってるよね、もともとね。何かが今多分2個になったのかな。これか、敵消費した消費アイテム取った時のやつかな。ショットパワー取るか取らないか問題ですよね。取ってみますか。 59% プラス。お、これに触れると1ダメージ受ける。で、壊れると。まあでも近づかなければいいんじゃないかな。こんなはまずね、いいんで、とりあえず、安全に行けそうなやつを安全に行けばいいんですよ。こんなもん、ほら。なんかいろいろ踏むんで。やりたいよ、やめて、わー。もう自分は安全じゃないんですけどね。それもしょうがない。あいつの剣とか関係ないわ。斧が。斧が一番斧に与えてます、ダメージを。よしよし、吸い込まれるように。よしよしよし、OK。微弱なパワー、上げてって微弱なパワー使うって意味わかんない。ことをしてるんですけど。あ、弱すぎた。しまったー。いや、まあ、ちっちゃうか。調整がむずすぎるな、ちょっと。邪魔だな、それ。これも弱いか。調整が効かなくなってきてます、今。どう？あ、弱いね。全部弱い、今。まずいよ。よし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 、この角度やれな。お、やれやれに来てくれたのか。センキュー。微調整、微調整、最低、ギリギリ。よし、そ、何も取ってないか。スパイクの減った時それを破壊し、1回復し、1ショットパワー。これかな。ショットを放ったとき、隣に2つのミニボールが放たれると。ミニボールとの接触ができなくなる。あ、いいじゃないですか、これは。安全なやつじゃないですか。爆発は障害物を破壊する。あ、いいじゃないですか。カオス、カオス。お前ぶっ飛ばすか、とりあえず。
安全にいけるやつ。お前は何お前。最初にいた敵を比べて、食べて大きくなると。あー、へえ。そうね。まあ、この辺いっときゃ手堅くいけそうですけど、まあ、こっちぶつければとりあえず倒せるは倒せるんで。5キルですか。で、まあ、多分ミニボールとかもあんのかな。痛いよ。ゴミはゴミ箱にも入れられましたね。今の感じもこの辺打ち込めばあいつら死ぬんじゃないかな。ナイス。あいつやりたいんだよね。よし。ナイス。あっち行きます。ここをさ、多分ちょっとこれで下に力かかると思うんですよ。ほら、うん、そうだけですね。やばいやばい、引っ張られる。やりきれないよね多分。よし、ナイス。ミニボールがいっぱい出てるんで。ここでぶつけて、こっからね、こっからちょっとボール数まずいよ。惜しい。いや、これうまく、いやでも無理か。いや、吸い込まれるならいけそうだけど。そうね、重いのかなこいつは。よし。オッケー。爆発あと2ゴールと。うん、回します。お、複製。あ、ショットパワー。お、大変なことをします。ただね。ちょっと増やしましょう。これ一番手堅いかな。77で、あ、そう、これショットパワーなんですけど、ちょっと待ってね。うわー、これ怖いな。もう自分が怖いところもあるんですけど、これ落ちるかな。どうなるんだろう。あ、まあ、もうどうなるかもよく分かんないんで、正直もうこいつ当てとくのが安全かな。ここがベースなんだよね多分。でこれ行くともう最高パワーですよ。ナイスナイス。おお。あ、ナイス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 。最高だね。これは無理か。多分当たんないよね。ああいう角度が一番やりづらいんだよな。倒せないね。あ、変わった。やれいけないかな。よし、ナイス、止めてくれたね。ナイス、終わったね。よしよしよし。よく落ちなかったね今ね。落ちると思って突っ込んだんですけど、こんなもんでしょう。ああ、強すぎた。あれが強いんだよね。よし、お、いいじゃん。あ、ダメだ。あ、ナイス。一時的なパワーちょっと怖すぎる、これちょっと。
ボンバー行きますか。まあ弾追加でいいと思うんだよね、今できるんなら。ダブルボンバー、いや多いね、弾を増やさないと厳しそう。こいつ厄介だったと思うんですけど、あれ難しいな。いろいろいますね。触れたボールをかなり加速させる。毎ターン変わるんだ。そんなでもないね。おお、お前か。引っ張りがね、怖いね。ここら辺当てたい、ここら辺。ああ、もうちょっとこの手前から当てたいんだけど。あいつは無視したいな。よしよしよし。多分これ当てた上でいけると思うんだよね。ほら。お、めっちゃまとまってる。やばいよ。おお。矢罠だいぶなくなっちゃった。しちゃってくれい。いて。あ、どこ行った？ん？死んだ？お。時消えちゃうんだ。強すぎんのかな。あ、あいついける、あいついける。よし、ちょっと続けた。おっと、ナイス。邪魔ですね。すごい力でいけばナイス。落ちた。あー、落ちた。まあまあまあ、ボンバーもういいかな。ワイルドボール行きますか。何が増えた？各レベルでの最初のショットを行う前に敵に接触して倒すまで自分を囲うスパイク。いいんじゃないですか。複製機効いたのかな。どれだろう。お、増えましたね。案外いけるね。なんかもうすぐ終わっちゃうぐらいだと思ってたんですけど。いや、スパイク。もうこれで、これどうしよう。あっち行きたいな。いけるわけもなく。自分のフェイチャー消えちゃうのもったいないな。時はな、うん？どういった？あ、おちゃんか。そう、一旦でめっちゃ消えたね。まあ、全部倒さないと無理なんで、もうやり続けるしかないんですけど。出すぎてちょっと制御できてないな。あー、おー。あいつ嫌い。つこの角度よ。で、落としてあげて、あれちょっと強かったか。あれがついてもやばいよね、相当パワーが。よし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 。こんくらいにして、
こんなもん。あ、弱いか。弱いというか、思ってる、合ってないね。うわ、邪魔だな、これ。ちょっと、これを無視する力が欲しい。落ちるか。くそ。うざい。じゃあ、ここで行こう。ここだと、あの位置にぶつけたいけど、ちょっと難しいな。いけるね。よし。相当強いな、力が。攻撃的に1回のショットが増える。どのレベルでも普通玉が1体別の敵にか。まあ何でももういいですけどね。ここで1個はでかいね。高いから。レベルで一度ターンに置いて一度も敵に触れないとお金は、もうこれランダムだとなかなか難しいから、ちょっと回しちゃおうかな。あれさ、これちょっとね、強いんじゃないかな。カオス。カオスを生み出す。正直全部嫌なんで、あの、この辺かな、嫌なのは。やばい。いけ。自分は絶対死ぬわ、一旦目。死ぬっていうか、なんかどうかなっちゃうね。でも食らってないんだね。どうかなってそうなのに。ここフルパワーで。強いよ、フルパワー、ちょっと。驚くほど強いっす。敵が多すぎる。よし、こんなもんでしょ。OK、ダブルQ。詰まったな。ナイスナイス。死んだね。この角度で上行きすぎちゃうかな。ちょっとこんくらいでフルパワーでいけば刺さらんか。ダメだ、ちょっと強すぎる。強すぎてます。よし、どう？いいんじゃない？ちょっと強かったかな？うわ。うわ。ナイス。いやー、ダメだ。よしよし、やっと。あれ、ボスの死に方か、本当に。事故みたいな。サイダーエルスの時、レベルごとに書き換えても一つ拾った。そしたら体力増えるんだね。うわ、もうすごい。敵の巣窟よ、もうただの。おー、いいよいいよいい、最高かな。あ、でかくなってますね、あいつね。あれなー、でもどういっても倒せんよね。あいつ生きてたんだ。これでうまく当てつつあっち側に行きたいけど、うまくできるかわかんないね。行かなかったですね。当てながらあいつを針に刺す。落ちちゃった。まだ他の敵がいる状態でこれを倒すとランダムの復活。あ、これボスか。ボスに見えなかった。落とせるかな、これ。クルパーでいってみよう。よし、こいつどうやってもなんか落ちそうないよね。終わった。
ちょうどやれないな。こんなもんか。よし。ナイス。あ、俺ボスいる。こんくらいでいったら。あ、ナイスナイス。オッケー。刺さらんか。ちょっと暗いすぎてる今回。これでも横にさ、あえて移動するだけであいつ死ぬんじゃないのかな。起きないか。起きないか。じゃ、行こう行こう。じゃあ、じゃあ行きます。死んだ。そう、ミラーショットできるよね、それはね。じゃ、行きますよ。回復か。爆弾ね、横、十字しか出ないからあんまいらないんですよね。あ、ギャング。各レベル最初のターンだと、周囲にやっ8個のボールを1回出す。これです。これしかありません。今とレベルの最初に2回アイテムのリロールを得る。アイテムを得ると1回復。何の？何でもいいのかな？あ、これ1個か。ここも何やってもパニックですから見ていてください。何殺そっかな。まあ、決めれないか、勝利。ね、何がどうなるか分かんないもんね。ぶっ放せ。これで、うわ、落ちちゃった。爆弾、あとボールね。落ちちゃった、落とされちゃったね、今ね。運ゲーね、もうほぼ。もうずっとずっとそうかな。ボス、エンドルス以降ほぼ、ね、ずっと運ゲーやってますけど。狙いの妙というか、とりあえず多いところに突っ込んでいって、ごっそりやっちゃおうみたいな。なかなかそれでもいけないんですよね。どうだ、両方は無理か。欲張っちゃおうかな。いや無理か。こうだな。そんな次元じゃないね。ああ、ここで出てきて死んだってことだね、今ね。モス玉、まあ。穴罠がちょっと少ないね、ここまで来ると。障害物破壊は助かるな。あ、また消えちゃった、消しちゃった。よし。いったやつしっかり落としていかないと。いや、まだ結構いるぞ、これ。自分だけ落ちた、今。うわ。いや、違うか。よし。ほどほどのボン。ナイス。こいつやれないと思うんだよね。見えない予測円が。多分こんくらいじゃない？違うね。あいつは何回も倒してるんだけど、もっと手前で。こんくらいか。いや、もっともっと前か。
これどこに落とそうね。落ちろ。よし。よし。守るボール。もう買いまくるか。レベルの最後に残ってるショット。ヴァンパイア。ヴァンパイアサバイバー。ヴァンサバじゃないですか。敵をスパイクする1回復。すごいね。死なないようにしたけど、これ引っ張られるから分かんないんだよね。どうなっちゃうか。めっちゃいるもんな。引っ張られる。ナイス。ボールが出る。爆弾爆弾ボール。何体倒したこれ今。19って書いてあるけど、そんなにいってんの。あー、あれどうなってる。ナイスナイスナイス。あー、こんくらいか。よし、なんかナイス。オッケー、よし。邪魔よこれも。こうだね。よし、ナイス。たまたま生き延びたの。もう邪魔だってこれ本当に。こうだ。うわ、落ちた。落ちたが、いやそのこんなもんかな。こんなもんの強いね。いやー、おー、ナイス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 。どっか思いっきり吹っ飛ばすと死ぬんじゃん、あいつ。ほら、あー邪魔だねー。よし、壁スパイク。鏡ね、鏡で。鏡こそが最高のね、作戦なんじゃないかなって思うんだけど。鏡増えたね。じゃあ回すか。ショットパワー。スパイク減った時それは破壊。ああ、それかな。なんかいいパワーないかな。彼も今更な。触れた時20分かけて障害物が脆い状態になる。あー、ボンバーねー。なんか微妙だな、ずっと。爆弾、爆弾か、まあ、爆弾かな。カオスにイザナを。まあ死なないように気をつけることは正直できないんですけど、何人倒せるか。はい、いいね、1ナイス。あーっと、くもちろん。あー、思わん。ナイスナイスナイス。これここここここいけるかな。ちょっと力で無理か。あ、惜しい。
お、いいんじゃない。ああ、自分。こうか。よし、オッケー。あ、もうなんか、無限になっちゃった。たっか。お、最初の姉落ちた時に5ゴールド。いいっすね。もうなんか適当に打ちまくってもいけんじゃないかな。このパワーならね。最強ビデオのもんですもん、俺もう。ドーン。穴とか増やせるのが一番いいと思うんだよね。まあ、ないけど。穴が少ないね、やっぱ。ここ3個しかないんだ。穴消えてる？穴消えてってんじゃないかな。こう相当頑張って打たないといけない、あっち側に。よし。OKOKOK。いやー、強すぎてな、もう。パワーがすごい、316もあるから、もう。強すぎて。敵落とすとかそんな次元じゃないと思うんですよね。あお。いや、ちょっと強い。予想外も意味がないな。まあ、重ねすぎて使えなくなってる。あ、でも。こういけんのね。今のも強いか。ナイス。あれいけないね。これマックスよ、もうオルラ。もうただ自滅。どうやってボールが当たっちゃうね。消しちゃう消しちゃう。死んだ。いや、いけるのか。蘇ったのか。でか、そうだね。回復。触れた時障害物はもろい。うわ、見てこの量。どうよ。750って書いてあるんだけど、まあ数が分かんないですけど。とりあえずそうだね、左上に打ち込んだ方が荒れて右下とかに行くのかな。とかではない、移動。結構いたんじゃない。400%、 400% もう。ここだよ、こうなって最初のやつ。よし、あー、ここだ。あ、ちょっと違う。あ、ナイスナイス。高速トゲ、これやりきれないと思うんだよな。やべやべ、それは死んだ方がマシだった気する。ナイス。これはもうゴミはゴミ箱、ギャングね。お、来たんじゃない。でもちょっと同じ方向にミニボール。
よし、ここ終わりとしましょう。勝利へと。これちょっと難しいな。塊がないですね。あっち、ちょっと塊ぶつけるか。ほら。ってこいつ多分いけない、押せないと思うんだよね。むずいんだよな。ちょっとこれね。よし、これいける。おいーからの、お、そこは違う。いや、いけるいけるいける。マックスパーセント。よし、まあ、ここまでにしましょうか。諦めるでいいかな。さあ、まあまあ、めちゃくちゃやったんでね。さあ、今回、ラッグ&スレイというね、ビリヤードログライク。まあ、今日重ねていくともう、ああいう感じ。もう、敵もえげつないですけど。まあ、そこまで行くと、まあ、自分の技量みたいなとこは、一個一個落とすとかそういう次元じゃなくて、もう、何かの連鎖でいっぱい倒そうみたいになってるんで、なんか能力を追加していくだけですかね。こう、うまく穴に入れていくではもうショット数的に到底足りないので、最後はもうまさにカオスでしたね。